あのさ、やっぱり専業主婦じゃなくて外で仕事がしたいんだけどダメかな？え？何言ってるの？俺は君に専業主婦になって家庭を支えてほしいことも伝えたし、君だってそれを了承して結婚したじゃないか。それを今頃専業主婦は嫌だって言われても。北新地伝説のキャバ嬢と言われているモン・リョウさんを知っていますか？若くしてキャバクラという夜の世界に入り、飾らないストレートな言葉やサバサバした性格で好感度が高かったモン・リョウさん。メディア出演した際にはキャバ嬢時代の衝撃的事実を伝えるなど注目を集めていましたが、現在はどこで何をしているのでしょうか？今回はモン・リョウさんのキャバ嬢時代を振り返りつつ、現在のモン・リョウさんについてお伝えします。モン・リョウさんは高校卒業後、資生堂の美容部員として就職していました。しかしわずか3ヶ月という短さで退職してしまい、18歳でキャバクラという夜の世界に入ります。今月の売上を発表する。見事今月の1位に輝いたのはリオンだ。入店してからすぐ1位とは素晴らしい。今後もこの調子で頑張ってくれ。私が1位ですか？嬉しいです。これからも1位を守り続けられるようなキャバ嬢を目指して頑張ります。マジか、あの子入店してすぐ1位とか強すぎない？どうせ新人目当ての客が多かっただけでしょ。次1位を取れるかは本人次第だしね。でも私たちが新人に負けたのは事実だからこそもっと頑張らないと。そうだよね、あの小娘に負けてたまるかって話だよね。当時モン・リョウさんはリオンという源氏名で働いており、入店してすぐ1位を獲得すると以降も常にトップの座に立ち続けていました。普通にキャバクラを楽しむお客さんもいたそうですが、中にはあることを持ちかけてくるお客さんもいたのです。今日も会えて嬉しいな。いつもたくさん来てくれてありがとう。俺は毎日でもリオンに会いたいからね。何度だってお店に顔を出すさ。とりあえずシャンパン入れておこうか。リオン、ピンク飲みたいんだけどいいかな？構わないよ、好きなものを頼みなさい。やった、すいません、ピンドお願いします。ところでさ、今日はアフターできるかな？アフター全然いけるよ。今日はどこ行こっか？あんまり大きな声じゃ言えないけど、そろそろリオンと二人っきりで静かになれるところに行きたいんだけどな。これってやっぱりホテルってこと？でもこんなの他のキャバ嬢もやってるって聞くし、ここでこの客に指名されなくなったらトップの座も危うくなるし。もう特別ですよ。その代わりここでたくさん飲んだり食べたり楽しい時間を過ごしてから行きませんか？いいよいいよ、それでリオンが満足してくれるならいくらでも飲みたいものや食べたいものを頼むといいさ。キャバ嬢時代、見返りとしてお客さんと深い関係を求められることもあったモン・リョウさん。あることがきっかけで枕営業せずに真っ当に頑張ろうと思ったことを2017年に出演したテレビ番組内で赤裸々に語っていました。18歳でキャバクラ業界に入って翌月にはナンバーワン、すごいな。しかもナンバーワンになってから1年近くトップをキープされてるんですって？そうですね、ありがたいことにずっと指名し続けてくださる方が多くて、今でもナンバーワンとして頑張らせてもらっています。これ聞いていいんかな？10年近くもトップの座を守ってるわけですけども、これまで稼いだ最高額ってどのくらいなん？最高額は3日間で総額約3000万ですかね。キャバ嬢ってバースデーイベントがあって、自分のバースデーイベントの時にそのくらい来ました。500万のシャンパンタワーとかドンペリが70本とかで。マジか、1日1000万くらいは行ってたってことや。ちょっとすごすぎるわ。ちなみにモン・リョウさんのお客さんにはどんな職業の方が多いの？そうですね、バースデーイベントの時のお客さんは不動産関係の方とか、ちょっとは地形関係の会長さんとかですかね。そのバースデーイベントでとんでもない金額を使ってもらうわけじゃない？ぶっちゃけ見返りとか求められることあったりするんちゃう？ありますね、今だからこそ言えますけど、23歳ぐらいまでは私も枕営業していました。23歳ぐらいまでって今はやってないわけじゃない？どうして辞めないとってなったのか聞いてもいい？自分が有名になればなるほど噂がすごくなったんです。当時お店で1日500万使えば漏れなく一晩過ごせるぞみたいな。狭い町なのでそんな噂があっという間に広まって心が病んじゃって、
そこからまっとうに頑張らないとなって思って、ここ5年くらいは本当にしてません。そうか。でもそういうの大事よ、やっぱり。言い方悪いかもしれんけど、枕営業してナンバーワン取ったって言われるより、ちゃんと頑張って接客して取ったナンバーワンの方がいいもんな。さて話は変わりますが、気になる稼ぎについてですね。番組恒例の直近3ヶ月のリアル月収がこちら。1400万1500万1500万。ちょっとさすがナンバーワンだわ。本当の驚きの時って声出ないんだね。でもこうやって稼げるようになってるのもお客さんあってのものなので。キャバ嬢として稼ぐテクニックって何なの？札束を持った姿やシャンパンに囲まれた自分の写真を SNS 等に公開することで、この子はお金のかかるキャバ嬢なんだっていうのをあえてアピールします。そうすることで効率よく大金を使う、いわば太客と呼ばれている人を呼び寄せることができます。テレビ番組でもセキララにキャバクラの世界を包み隠さず話してきたモンリョウさんでしたが、人気絶頂だった2017年10月にキャバ嬢を引退しています。そして2018年には一般男性と結婚していたのです。りょう、結婚おめでとう。すごく綺麗だよ。本当に綺麗。りょうの幸せそうな姿見てたら私たちも結婚したくなるもんな。二人とも今日は出席してくれてありがとうね。ドレスも褒めてもらえて嬉しいよ。でも旦那を公表したくないから、絶対親族の顔が写ってるものとか、私のウェディングドレス姿は投稿禁止だからね。大丈夫、ちゃんと分かってるから安心して。そうそう、大丈夫大丈夫。それにしても本当に豪華すぎる結婚式だよ。さすが元ナンバーワン。まあ今日は思いっきり楽しんで帰ってね。豪華な挙式を挙げたモンリョウさんですが、キャバ嬢引退は結婚が決まっていたからと後に判明していました。しかし結婚生活はそう長くは続かず。あのさ、やっぱり専業主婦じゃなくて外で仕事がしたいんだけど、ダメかな？え？何言ってるの？俺は君に専業主婦になって家庭を支えてほしいことも伝えたし、君だってそれを了承して結婚したじゃないか。それを今頃専業主婦は嫌だって言われても。もちろん自分が専業主婦になることに賛成して結婚したのも十分わかってる。だけどやっぱり仕事してる自分が好きだったし、仕事しながらでも家事や育児は両立できると思うの。やってみないとわからないとは思うけど、俺はやっぱり寮には家庭に専念してほしいと思ってるし、その意思はこれからも変わらない。でも正直家にばっかりいると気持ちが詰まってしまう時もあるの。それは多分今までバリバリ外で仕事をしてきたからこそそう思うんだと思う。そっか、寮はどうしても外で働きたい。そうだね、やっぱり子育てもちゃんとやりたいと思ってる。だけど外で働きたいって気持ちも同じくらいあるの。俺も専業主婦でいてほしいって気持ちはこれからも変わらない。でもこのままお互い意見が食い違いながら生活していったら、いつか壊れてしまうと思う。その前にじゃないけど、別々の道を歩んでいくっていう選択肢はどうかな。別々の道か。そうだよね。だってこのまま生活していてもお互い苦しい気持ちになるだけだもんね。今ならまだ子供も小さいしね。でも別々の道に進んだとしても子供にとっては母親と父親だから、これからも親としては協力はしていこう。当たり前だよ。短い結婚生活だったけど、寮と過ごした日々は本当に感謝しかないし、かけがえのない毎日だったよ。今までありがとう。寮が外で働いて活躍することを陰ながら応援するよ。こちらこそ感謝しかないよ。こんなわがままな私を受け入れて一緒に過ごしてくれてありがとう。あなたと出会ったからこうしてかけがえのない宝にも巡り合えた。お互い別々の道で頑張っていこうね。離婚することになったんだよね。え、マジで？ちょっと会わないうちに何があったの？あんまり仲良しだったじゃん。どうした？専業主婦として生活していくのがだんだん苦痛になったみたいでさ、やっぱり外で働きたいなって。でも旦那は専業主婦をしてほしかったんだよね。まあ価値観の違いってやつかな。そっか。でも価値観の違いで離婚なんてさ、よくある話じゃん。仕方ないよ。だって旦那のことが嫌いになって別れたわけじゃないんでしょ？嫌いにはなってない。旦那にはキャバ嬢の世界しか知らなかった私に主婦っていう経験をさせてくれて、大切な宝まで授けてもらって本当に感謝しかないよ。もしかしたら亮は結婚自体が性に合わなかったのかもしれないね。
そう思う。昔から家に男は二人もいらないってよく言うけどさ、ほんとそんな感じだよね。女だから、嫁だから、すべてを捨てて内助の功として家庭を支えるっていう選択が普通にできてたら違ったのかもしれない。価値観の違いから1年半という結婚生活に終止符を打つことになった2人ですが、離婚後も夫婦関係は良好だそうです。子育てに関しては今でもお互い支え合っていっているそうですよ。また同じ時期くらいに会社経営の話をされていたことが分かっていました。亮がキャバ嬢を引退してからもう2年近くも経つのか。本当に長い間トップとしてこのお店を支えてくれてありがとうな。こちらこそ長い間とてもお世話になりました。お店にも社長にも感謝しかありません。どうだ、シングルマザーとしての生活は。まさか考え方の違いで結婚から1年ちょっとで離婚してしまうとはみんな驚きしかないですよね。子供とは日々奮闘しながらなんとか子育てしてますよ。そうかそうか。ま、離婚も前向きなものだからな。正直驚きはしたけど、それがお互いのためならいいと思うぞ。それで今日はさ、寮にお願いがあって話の場を設けたんだ。お願いですか？基本的には何でも了承したいと思ってますけど、またキャバ嬢に戻ってほしいってお願いだけは聞けないですからね。それは俺も分かっているさ。頼みたいことっていうのは、会社の取締役副社長になって経営陣として会社を支えてもらえないかな。副社長ですか？でも私経営に関しては本当に何にも知識がないですけど大丈夫ですか？経営の知識は俺もゆっくり教えていくつもりだし、社長として寮を支えていく覚悟もできている。寮に加わってもらえたら一緒に大阪を飛び出して日本一になれるような気がするんだ。というか目指していきたいと思っている。子育てとの両立になりますけど、こんな私でよければぜひ社長と共に会社を大きくするお手伝いをさせてください。株式会社エースファクトリー、現在はモンロー株式会社ですが、副社長就任は数々の偉業を成し遂げたモン・リョウさんでしか務まらない納得のポジションではないでしょうか。さらにモン・リョウさんの経営者としての才能はとどまることなく、セレクトショップのオーナーとしても活動していきます。伝説のキャバ嬢と名を刻んだモン・リョウさんは会社の副社長にもなられていますよね。経営だけでも大変だと思いますが、なぜ多忙の中でセレクトショップのオーナーになろうと思ったんですか？私自身昔からファッションやメイクにすごくこだわりを持っていて、キャバ嬢を引退した今だからこそ好きなことでみんなを幸せにできないかなって思って、セレクトショップの経営もやってみようと思えたんです。もちろん会社の経営も大変ですけど、そっちはそっちでやりがいを感じているんですよ。ではこのセレクトショップにはどんな商品が今後販売されていくのですか？やっぱり自分がキャバ嬢だったという経験は生かしていきたいなと思うので、まずはドレスですかね。世界各国の一流ブランドや手に入りづらい超レアな商品を私自身がセレクトして店頭に並ばせたいです。ちなみに伝説のキャバ嬢モン・リョウさんがオーナープロデュースしているお店だと知れ渡れば、当然多くのキャバ嬢の皆さんが注目すると思います。その中でモン・リョウさんが着用していたドレスなどを着たいという声も上がるのではと思うのですが。もちろんそういったことも考えていましたので、私が着用していたドレスなども置く予定でいます。それにゆくゆくはドレスだけでなく小物とかメンズものも取り入れられればなって考えてますね。それはいいアイディアですね。メンズものが置かれたらモン・リョウさんを応援していたお客さんとかが購入してくれそうですね。そういったことがあったら嬉しいですね。なと大阪だから行かれないとか買えないってならないようにウェブショップも考えているので、遠方の方も安心してオープンを待ってもらえたらなって思います。ファンの皆さんやキャバ嬢として働いている皆さん、きっとモン・リョウさんのお店がオープンするのを心から楽しみにしていると思いますよ。またオープンしたら取材させてくださいね。オープン当初はドレスショップという印象があったお店も、今では男女問わず様々なアイテムを取り揃えられています。また若者から絶大な人気を誇っている YouTuber 界にも足を踏み入れたモン・リョウさんはヒカルさんにサポートをしてもらう形で YouTube も始めていました。 YouTube を始めようと思っているんだけどさ、キャバクラと会社経営しかしてこなかったからどうやって動画を作っていけばいいかわからなくて困ってるんだよね。 YouTube か。始めるのは誰でもできるけど、まず初めに言っておく、編集から撮影までものすごい時間もかかるし、
大変やで。それでも大丈夫な。子育てしながら会社経営に YouTube。門寮ができるなら、俺はサポートしてあげるけど。単に興味本位で始めようと思ったのもあるけど、セレクトショップとか運営していく上で、動画を通して少しでもまずは自分を知ってもらおうかなって。キャバクラでは有名かもしれないけど、一般の人にも商品を知ってもらえればなって。インフルエンサー的な活動ができればなって。だから忙しくなる格好もできてる。わかった。でも商品アピールだけじゃきっともん量知ってる人しか見ないと思う。だから YouTube でよくあるような私生活やメイク、美容について撮影するのはどうかな。もん量美容大好きやん。ショップでもヘアケア商品とか扱ってるわけやから、自然にアピールできると思うねん。なるほどね。さすが中根 YouTuber やってるだけあるわ。めちゃめちゃ参考になるし、いいアイディアだなって思った。まあこの世界に関しては大先輩やからな、俺に任せとき。出始めに俺の動画でコラボ動画出そう。俺の動画を見てくれている視聴者が門寮を気になって門寮の動画を見てくれる可能性も十分あり得るからな。今日は門寮とコラボ動画をお送りするんですが、この人すごい人なのよ。伝説のキャバ嬢と言われた女なの。俺そんなの知らんくて、普通に絡んだらびっくり。まあキャバクラの世界では25歳くらいの時からありがたいことに有名にならせてもらいましたね。もうね、ほんますごいよね。それで知り合って数ヶ月経つんですけど、門寮も YouTube を始めたんですよね。そう、ヒカルさんのおかげで。でもまだ1ヶ月経ってないよな。2週間経ってないくらいかな。そうか。でも2週間経ってないぐらいですでにチャンネル登録者数5万人くらいおって、すごいなって思った。センスがあるなって思ったわけ。でもなんで YouTube 始めたん？ぶっちゃけ夜の世界でめちゃめちゃ稼いだから働く必要もないわけやん。まあありがたいことにたくさん稼がせてもらいましたね。理由を挙げるとしたら暇だから。コラボ動画内では暇つぶしに始めたと公言していますが、実際には商品宣伝のためや子育てしていく上で少しでもお金を貯めておこうと考えて始めたのではないかと一部では言われています。2019年頃から始めた YouTube でしたが、2023年に衝撃的な発言をし、ファンや視聴者を驚かせていました。いやー、表舞台からの引退発表には本当に驚いたよ。やっぱり両立が難しかった？そうだね、両立も大変だったっていうのは正直あると思う。でも一番の理由は動画でも言ったけど、プライベートを優先して普通に過ごしたいなって。そっか、確かに表舞台に立っている以上は何かと注目されがちだしな。そこが耐えられるかどうかってのはあるわな。それにさ、子供がこれから成長するにつれて親子の時間も大切にしていきたいなって思ったんだよね。だからこれからは子育てしつつ社長業に専念していこうかなって。以前さ、YouTube をやめたいって相談されたことあったやん。自分は俺みたいに YouTube に対して頑張れないって。覚えてるよ。あの時はいきなりやめたいって言った私に説教することなく、私の意見も尊重してくれてさ、その時ヒカルさんに相談してよかったなって思えた。あの時も気持ちが YouTube に向いてなかったわけじゃない。もしかしたらあの時俺が YouTube やめることに対してもったいないって言わなかったら、もっと早く門寮がプライベート優先した生活ができたんじゃないかなってちょっと反省してるんだ。そんな反省なんてしないで。あの時ヒカルさんに今辞めるのはもったいないよって言われて頑張って続けたことで、登録者数も伸びて応援してくれる人もたくさん増えたわけだし、ヒカルさんと最初はやっぱり男女の感じから始まってるけどさ、仕事で絡んでいくうちにやっぱりすごい人だなって思うようになったんだから。インフルエンサーとしての活動がプライベートに影響を及ぼすことが辛くなったことで SNS 等から完全に引退することを決意した門寮さん、今は経営の仕事に専念しつつ子供と楽しい暮らしをしているのではないかと言われているようです。ママ、僕滑り台も一人で上手に滑れるようになったんだよ。すごいね、ちゃんと上手に滑れるようになったね。僕、ママとこうして遊べる時間が増えてすっごく嬉しいんだ。でもお仕事しているママも大好きだから絶対やめないでね。ありがとう。ママはお仕事も家のことも両方頑張っていくからね。
でもたまにはパパに手助けしてもらおうね。パパにも会いたいでしょ。うん、パパにも会いたいな。あと僕いつかパパとママと3人で旅行にも行きたい。そっかそっか。じゃあママのお仕事が一段落したらパパに聞いてみようね。今回はモンリョウさんの現在の様子についてお伝えしました。伝説のキャバ嬢として名を残しつつ、引退後会社経営や YouTuber としても活動していたモンリョウさんですが、これからは一児の母として普通の女性として楽しい暮らしを送りつつ、子育ても仕事も頑張っていってほしいですね。伝説のキャバ嬢も今じゃ一児の母親だし、子供のことを考えれば表舞台から退いて一般女性として暮らしたいって気持ちが強くなったんだろうな。表舞台に居続けることもできたんでしょうけど、子供との時間が取りづらいとか、自分が表舞台に居続けることで子供に影響が及ぼすのではないかとか悩まれての決断だったのでしょう。でもまあ退いたからといって伝説のキャバ嬢であることは変わらねえしな。これからは一般女性として自分の人生を子供と共に歩み続けてほしいぜ。そうですね。素敵な一児の母親として子供と切磋琢磨しながら幸せに暮らしてほしいですね。